国税当局への口利き疑惑が浮上した片山さつき地方創生担当大臣が国税局の総務課長に電話で問い合わせていたことが分かりました片山大臣は2015年9月に会社経営者から100万円を受け取って国税庁関係者に税務申告について口利きの電話をしたと「週刊文春」に報じられこの疑惑を否定しています その後、テレビ朝日が関東信越国税局に情報公開請求したところ開示された資料は A4 用紙9枚でほとんどが黒塗りでしたが片山大臣が総務課長に電話で何らかの問い合わせをしていたことが分かりました国税局は黒塗りの理由について公にすれば税務行政の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるなどとしています電話のの内容について、来年の通常国会で 野党からの追及が強まりそうです。